3分きっかりでトレンドをお伝えする3分トレンドニュース、ナビゲーターのしゅんです。今日あなたにご紹介するのは SB から発売しているやみつきニンニク背脂についてご紹介いたします。こちらですね、瓶詰めになっている商品で、辛そうで辛くないラー油とか、刻みニンニクとかあの辺のシリーズでの売り場に並んでいるものなんですけど、 SB から新たにやみつきニンニク背脂というものがですね発売されました。刻みニンニクの力強い香りと食感、そしてコクのある豚骨と背脂の旨味を楽しむ新感覚調味料ということで、こちらですね、この今回のそのラジオの、実際のジャケットにしているあの写真がまさしくそれに当たるんですけども、たっぷりニンニクと背脂が入っているもう文字通りのものですね。でこちら、まあ正直やっぱりこういろんな何に使うのっていうところがあると思うんですけど、結構いろんなものにこう使えまして、まあ、それこそ寒くなってきましたので、辛うま魅惑のニンニク背脂キムチ鍋ということで、キムチ以外ニラ以外にこの背脂をたっぷり入れたりとか、それから豚バラ丼にですねこれをかけたりとか、餃子にかけたりするのもめちゃくちゃ合います。それからチャーハンに合わせるのも美味しいですし、唐揚げにマヨネーズと合わせて一緒にこうかけても美味しいですし、あと意外なのがですね、罪な美味しさ爆速ニンニク背脂卵かけご飯ということで、無限に食べれるよっていうレベルで SB の、公式サイトにて紹介されてます。これレシピとかも実際こう紹介されてるんですけども、まあこれ見る限り確かにすごい食べてみたいなと思って、明日早速食べてみようと思うんですが、私自身はですねやっぱりこの背脂ということで、ラーメンに入れてみようと思って、豚骨醤油の、ラーメンにこれちょっと入れてみました。でするとですね、まあ某有名なラーメン二郎系にめちゃくちゃ味が似てるというか、そこにこうかかってるような味がするんですね。で私ニンニクすごく好きなんですけど、もうニンニク好きにはたまらないというところと、背脂のコク旨味がギュッと凝縮されていて、それまで食べてたラーメンがより味変としてまた美味しくなったという仕上がりになるので、これ本当にこういう系が好きな人にとってもたまらない調味料が今回新たに発売されたなというふうに思ってます。濃厚な味わいと香りと食感ももう本当に5つ星レベルで、まあ、やみつき度ももう5つ星というような代物になってまして、まあ、ある時はですね、これ発売直後はもう売り切れて品薄で、だったそうですが、今はあると思いますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。 Have a nice day!